テンです。お願いします。元気で明るいベイアント、はい、ギャンブルするゴリラ山下ギャンブルゴリラです。お願いします。お願いします。彼女できた？え、そうできへんね。できてない。うん、なかなか難しいね。はいはい、紹介してあげようか。あ、紹介してくれんの？うん。あ、そう、紹介してよ。そんなもう山下のためにね、うん、もういっぱい、もう、あ、そんなに、うん、そんな山盛りを用意してくれたの？山盛りおる。いや、それはありがたい。紹介してよ、それやったら。ま、お前、あの、まあ、一人目が、うん、あの、お笑い大好き。お笑い大好き？うん。あ、めちゃくちゃええやん、そんな。なろ？この仕事も理解してくれるし。そうそうそう。お笑いの話もで、話が合うやん、それは、うん。めちゃくちゃええやん、その子紹介してよ、それやったら。その子の好きなお笑い芸人さんっていうのが、うん、コロッケさんだよ。話合わん、ほな、お前。話合わんよ、それは。コロッケさんすごいよ、あれ。すごいじゃん。レジェンドやけど、モノマネタレントか、あの人は。あ、そっか。芸人大好きで一番コロッケさんおかしいやろ、お前。で、おばはんやろ、その人。いや、おばはんじゃない。え、コロッケさん好きは大体おばはんやろ、ちょっと。その子21歳。なんで好きなんじゃ。なんでコロッケさんが誰しとうか分かんの？まず21でお前。分かる分かる。え、おかしいやん。っていうのも、なんかもともとコロッケが大好物で、なんかもうその流れで。話できへんわ、そんなやつと。お前なんでコロッケって字見たらうわーなってこと。そう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 。お前テレビなんでコロッケうわーすごいどっちか出るって言うの、そいつ。やばいやろ、そんないらん話できへんもん、そんなもん。お前ちゃう子にしてよ。二人目があれちょっと癖あって、あのギャンブルするんよ。あ、ギャンブル、うん、あ、それは全然ええよ、そんなもん。なんで？いや、ギャンブルゴリラやで、俺名前。あ、そっか。そうやで、だからギャンブル俺もするから。うん、で、ギャンブルの話もできるやん。おーおー、いいよ、全然その子ええよ。おーおー。え、何のギャンブルすんの、その子。相撲。相撲？やば、どうもありがとうございました。